Hi, stupid music. This is Sa Men. すごく嬉しかったっていうのがまず最初の感想で、自分は海外に行ったことがほとんどなかったので、いろんな場所を見て回ってたくさんの人に出会えることがすごく嬉しく思っています。すごく驚きました。自分はもうシンガーになるという夢を諦めていたところで、こういう機会をいただいたので、やっと自分の居場所が見つかったというような気持ちでした。はい、この曲は、夢を追いかけてるすべての人に届けたいと思って作った曲です。前向きな気持ちだったり、強気な気持ちをまっすぐ言葉にして、負けないぞみたいな、迫力を持ってこの音楽をたくさんの人に届けたいと思って作りました。はい、自分もこのシンガーになるという夢を持って曲を作っていたので、なんか自分と同じように夢を追いかける中で孤独だったりとか、すごく焦りだったりとかを感じているっていう姿がきっとたくさんの人にも当てはまるだろうと思って、すごく自分にも歌いかけるような気持ちで作りました。はい、この僕だけの愛という EP は、自分の中にある愛情というのはどういうことなのかっていう、まだ愛というものが何かよく分かってない自分が思う、今思う自分の愛についてそれぞれの曲で表現した EP となっています。EP の制作において、メイデンっていう曲を作ったんですが、その MV を雪山で撮影することになって、自分の思い描いていた物語を少しいろんな人に膨らませてもらって、俳優さんたちに演じてもらったんですけど、すごいもう雪の中を走り回るみたいな演出があったりして、すごく刺激的でしたし、もう自分の思い描いた姿を、様子を映像化していただけることの喜びをすごく感じたものになりました。それが一番思い出に残っています。メイデンという曲を香港の皆様に、なんかおすすめしたいです。メイデンは焦りだったり、思春期の焦りだったり、そういうものを表現していて、なんか若い世代の人たちが抱えてる将来への不安だったりとかをそのまま歌にしているので、ポップなサウンドでそういう自分の気持ちに重なるような部分があったらいいなと思って作ったので、ぜひ聴いてほしいです。はい、2024年はたくさん今曲を作っていて、自分のおとぎ話だったりとか、童話だったり、歴史上の人物だったりを元に楽曲を制作しているんですけども、そのテーマに沿った曲を今たくさん作っているので、早く皆さんにお届けしたいです。どうせ Stupid Music or Hi Sa Men Stupid Music をご覧の皆さん、ありがとうございました。トワカでした。バイバイ。